前も女だったやん、電話したら断ったやん、うちは。俺はセリシュンといました。あ、セリシュン一人でライブ配信してましたよ。セリシュンのライブ、俺がこうやって持ってたの。持ってないよ、安定しすぎたの。じゃあと俺もこうやってたの。じゃあ、ここもこうやって押さえてた。お前絶対やらないやん、そんな。じゃあ何してた、逆に。撮影して、セリシュンたちと飯食って、一緒にケーキ買って帰ったんだよ、普通に。ライブ配信はいなかったよ。まあまあ、ライブ配信はもうさすがに解散したよ。でも女が来るからでしょ。普通に家におったの、太郎と。太郎、昨日何してた。ジュキヤと一緒にケーキ食べてた。嘘つけ。いや、俺ストーリー乗っけたよね。ね、その後だよ。セリシュンと解散して、太郎と二人で、俺太郎ん家行ったんや。ってなに。お前無理あるって、太郎ん家行ったわ。太郎ん家俺よく行くもん。行かねえじゃん。行く、太郎ん家行ったんや、ね、昨日。太郎が普通に、なんかさすがに寂しくないみたいな、行ってきて。ならここでしょ。その俺ん家が、今日あのお母さんいるから。あ、親と仲悪いです。今日無理ってなって、あ、じゃあ太郎ん家行くかってなって、太郎ん家行って、太郎ん家であのショートケーキ食ったよね。めっちゃうまくて、で、二人であの酒飲んだ、めっちゃ。そこ女、多分そこの枠女。太郎酒飲まないもん。え、飲んでね。え、何飲んだ。みかんのお酒。みかんのお酒。そう、太郎みかんのお酒好きで、で、酔っ払ってもうみかんみかんしてたもん。じゃあジュキは何飲んでた。はい、じゃあ行くよ、せーの。何、どうぞどうぞ。ジュキは何飲んでたか、せーので言って。俺が一杯目飲んでたものってこと。一番最初に飲んでたもの。ビールか。ビールって言ったる。言いたいもん、ここで言った。え、何した。ビールって言った。何でお前言って。じゃあ二杯目で。あ、じゃあ太郎こっち向いといて、口元見ないで。はい、せーの、ワイン。デロンとか言ってる。あいつデロンとか言ってる。あ、俺2杯目デロンだ。何デロンって。じゃあデロンワインだから。デロンワイン。デロンワイン。え、じゃあ白か赤か。はい。でもそれ覚えてるかな。色わかるだろ。俺もベロベロだったもん、その時。早っ。ただね、デロン弱いよ。わかるでしょ、赤か白ぐらい。まあまあ、覚えてないから。はい、まあいいよ、はい。せーの、白。は、あぶとか言って。あぶとあれ、あぐか。あぐい白。あぐ白。デロンワインのあぐ。赤か白で聞いてんの。デロンワインのあぐ。じゃあ出てくる。デロンワインのあぐで。デロンワインあぐでもあれか、結構まだ流通してないもんな。いや、あれ結構クラフトワインだから。そう。マジで本当に太郎と二人で楽しんで、でも帰ったからめちゃめちゃ語ったもんな、熱く。トークテーマがもうはっきりしてるから今回は。じゃあ今回はっきりしてトークテーマを精度でお願いします。はい、いくよ、せーの。車。はい、聞きたいわ。何。ベタバ、ベタバ。 あ、ベタバの方。車って。俺も酔ってた。お前ずっと酔ってんじゃん。